高橋みともです。僕は、ベテルの風のメンバーです。ベテルの風のチャンネルの皆さん、よろしくお願いします。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうすぐ東日本大震災の日 3.11 がやってきます。ここで五月町船越という地域でありますけれども、字が見えなくなってしまうんだよね。漁業中心の集落が形成されていた地域であります。私は東日本大震災前、この船越に何度か訪れたことがございました。高橋文友さんは震災当時中学1年生でした。学年と合わせておつらい思いをしたということでありますけれども、東日本大震災の様子をお聞かせていただけませんでしょうか。はい、僕は、当時、小松中学校の1年生でした。クラスは友達いっぱいいましたし、まああれですね、楽しかったですね。地震発生した時は今はないんですが、船越小学校というところにいました。で、震災当日は、お父さんの行動は、家に残り、お母さんは出かけていたという感じでした。そうでしたか。当時お父さんとお母さんは一緒の本堂の方にいらっしゃったんではなくて、別々のところ行動されていたということですね。そうです。文友君は学校で楽しく皆さんとお話をしたり遊んだり、いろんなことをしてたというようなことでございましたな。はい、そうです。補足入れさせてもらいますが、その日がちょうど、5月中学校の、卒業式だったので、早めに帰って、午後から小学校に遊びに行ったっていう感じですね。お辛い思いをずっと10年間されてきたことを思う方、話していただくということはお辛いこともあるかもしれませんけれども、お父さんとの思い出はたくさんございますか？ありますね。いろんなところに行ってもらいましたし、田んぼ道の中、いろんな道路、田んぼの道路を通ったりとかして、ここら辺歩いたなっていうのは覚えてますね。そうでしたか。お父さんの文友君を思う気持ちがいっぱい溢れている様子が伺えるような感じがいたしますね。この東日本大震災を通じて、今後文友君がどのような生き方をしていったらいいのかなという思いは多分心の中に秘めておられると思うんですけれども、その思いの一端をでも皆さんにお話しいただけると嬉しいなと思います。はい、多分動画の話、動画についてはここ、旧自宅ら辺で撮影してはいますけど、昔、ここ避難所だったんですよね。避難所だったんだけども、津波来たっていうことだから、多分カメラ合わせる、ごめんなさいね、ちょっとこっちの、自分のやつで合わせますけど、あっち側が海なんですよね、抜けてる方側が。なので、さすがにちょっと近いなっていうのと、あと避難所だからって言って、本当にそこに逃げていいのって言うと、逃げちゃダメだと思うんですよね。だから大きい津波来た時は山に逃げろっていうのが正しいと思います。そうですね、昔の人が残した。そうですね。やはり三陸の中でもいろんな町々のおじいちゃんおばあちゃんたちが天然湖に逃げろというふうなお話をされたことがございましたけれども、あれは
勝手に逃げろではなくて、別々の自分の思いを抱きながら、そしてその場で自分の命を永らえるために逃げるんだというような意味合いがあったんではないかのかなと思っています。勝手に逃げろではないんですよね。みんなで一緒になって同じ行動を取るんではなくて、それなりの逃げ方をすればいいんだよというようなことを言いたかったんだろうと私は思っています。また、文友君のまた将来のことをね、いろいろとお尋ねしますけれども、多くの友達がいらっしゃるようでもありますし、YouTube を非常に盛んに発信しているという事実もございます。そしてシャローム石巻は今、障害で町おこし、もう一人ぼっちにさせない、弱さを絆にということをキャッチフレーズにして、皆さんと一緒になってこの地域で町おこしを一緒にしようと、障害を抱えているにもかかわらず町おこしをしようという運動をしています。その中の大きな主力メンバーになりつつあります。どうぞ彼の今後の活躍の場になってほしいなと思っておりますけれども、どうぞ自分の思いを語っていただければなと思っています。まず、動画今やってますけど、お寺継いだら多分やんないかなとは思いますけど、お寺継ぐ、継げたらお寺の方言いたいなと思ってます。ただ、お嬢さんになれなかったら、多分、YouTube は多分続けてると思います、はっきり。わかりません。その武器になって変わってるかもしれないし。っていうのもありますし、ちょっとわからないですけど、本音としてはお嬢さんになりたいなって思ってました。ありがとうございます。いろいろと今日はたくさんの質問をしてお疲れになったかもしれませんけれども、どうぞその思いを新たに私たちと一緒に活動してみてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。以上です。お母さん終わりました。うちに やっとお父さんの眠る夕焼けできました。2月に来たんですけれども、あの時は本当に雪の中だったような、ですかね。雪と風とで、なかなかうまく撮影ができないっていうのが現実だったような気がしますけど、今日は天気が良くて、ただ風は風強いですね。強いけどね。いろいろとご質問させていただきながら話を進めてまいりたいと思うんですけれども、ここで生活ですけれども、どのような
仙台に行かれてお住まいされ、住まわれたっていう、その辺の経過は。火を軽く回す。ここは、石巻市の、小松病院の跡地になってます。町立小松病院ですね。旧の小松病院の、慰霊碑です。こんなにきついの。結構あります。あら、こんな感じなんですね。一回回しまとめます。ちなみに今見てる防潮堤があると思うんですけど、あそこあれを越えて、波が来ました。で、今立ってるここ小松病院の跡地にもあります。ちなみに、モニュメントのどこから撮影しました。こんな感じです。
めっちゃ、うん、こういうのもあるよという紹介だけ。ちなみにこれって、降りるとどこ行くの？ああ、下の駐車場に繋がってんだ。こっちも駐車場に繋がるんだ。すっげえ。おお。一応こんな感じで。歩くだけの素材もいいでしょ。うわ、高いな。実際どんだけ高いか、ある上から撮ります、俺。このまま上がって、上行ってきます。うわ、上がれんじゃん。うわ、怖っ。階段で上まで登れるだけです。怖い。怖いよ。ああ。こんなにあんの高いの？うっそ。こんな高いの。うわー、でも景色綺麗。ここからすんません。どうでしょう、皆さん、綺麗な景色ですか？よいしょ、こんな感じです。ここは、伝承館の、伝承館じゃない、五月海産物直売所の方からの目線です。これ登れないっすね。行き止まりです。多分一般では降りれないようになってますので、下から登っていく場合は入れません。こうやって登れませんので、ご注意してください。降ります。この辺からかな、ちょっと景色。この辺かな、この辺。いくかな。いい、結構いい感じです。こんにちは。こういう感じで、ごめんなさい、僕やるよ。あはははは、元気ですよ。早いですね。あの現地近所さん、顔でしたね。なんか、喜んで、
といろいろありますが、あのその新たにいろいろあの車見せちゃいかんだろうと思って、あのこれがあれしてますね。でも結構待ってますよ、あれです、ね、配信しなおかだからいろいろ個人に出ますもん、出してください。ということですね、まあ大体多分2、3分待ちぐらいで、あの来るまでお待ちくださいな。副住職さん来て、あとお嬢さん来れば OK だね。寒いよ寒いよ、あの座っててさ腰痛くなったと思う。とにかくいろいろあのあれです、ライブの関係でこうなってますけど、もしかして俺らもかなり待つんじゃね。多分待つかもしれませんが、待ってるし、その間配信し続けますので、多分ナンパとかこれだけ上げて、あの今日の配信はちょっとあ別日になるかもしれないです。それはあの動画の概要欄に書いてたので、多分配信者でですね、とにかく寒いです、終わります。